はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第62回でございます。で、ちょっと緊急です。今日ね、火曜日なんで、いつもの日曜のね、いつものやつではないんですが、緊急でちょっとお伝えしたいことがあるので、撮らせていただきます。で、テーマが Twitter の画像の答えで、信じることの大切さ、動画の下にリンク貼っておきますと書いてあります。で、今回はですね、もう自己満足です。勝手に俺がみんなに、なんだろう、う伝えたいっていうか <laughs>、 こうだよーみたいなことか言いたいことがあって、自己満足で伝えるだけなんで、手短に済ませるんでね、あの、もしよかったら、ちょっと付き合ってください。すごくみんなと共有したい、嬉しかったことがあるので。で、途中でね、いつもはこう定点カメラなんですけど、途中でちょっとあるものを見せます。ただ、そのお見せするときも、今から見せますってちゃんと言うので、あの、よくこれね、勉強しながらとか、自転車乗りながらとか、電車乗りながらとか、あと、あの、家事をしながらとか、ながらで聞いていただいてる方が多いと思うんですね。ダラダラジオなんで。 で、あのー、いつ出るだろうって気になると、こう、集中できないと思うんで、ちゃんと見せるときは、今から見せますって言うんで、それまで、あの、普通にながらで聞いていただけたらうちゅちょちょ、聞いていただけたらと思います。で、早速なんですけど、まあ、ツイッターの画像に関しては、この動画の下にリンクを貼ってあります。なので、もしよかったらそこポチって押していただけると、そのツイッターの、俺のね、記事のやつに飛べるようになってますので、あの、それに、コツ、うん、それの話をしてるんやなと思ってください。 で、まあ、皆さんにこう見ていただいたということを前提に今話しますけど、実はですね、あの、毎年、まあ、2000、今年2014年ですけど、1年の始まりに、俺は必ず目標を立てて、それをね、達成するためにっていうんで、活動をするんですよ。まあ、いろんな仕事にしてもそうなんですけど。で、去年、2013年を目標を立ててやっていって、でも全部は達成できなかったんですね。で、今年、2014年も目標を立ててやってました。で、もちろん、あの、みんなにも伝えたので、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、 それが4つあります、目標が。で、今年こそメディアに取り上げてもらう。これは去年達成できなかったんです。メディアに取り上げメディアテレビとかラジオとかそういうことね。で、それは2月5日に達成することができました。今年2回テレビに出させていただくことができて、まあ、運よくね、出させていただいたので、こちらは達成、一番最初に達成しました。 で次が YouTube 登録者3万人です。これが9月23日に達成。で、えっと、まあ、それでね、3万人記念イベントをこの前やってきましたけど、まあ、それも達成できたと。で、3つ目が、1ヶ月の再生回数150万回。つまり、1ヶ月、あの、YouTube の集計って1ヶ月ごととか1週間ごとで数字が出せるので、例えば10月とか、 9月っていう、その1か月でその勉強だけだよあのー、ゲームの実況の数字はもちろん入れずにこっちのチャンネルだけで1か月の再生回数を150万回っていうのを目標にしてたんですで、あのー、画像の方にもありますけど先月、えー、2014年11月の再生回数が159万飛んで2050飛んでない <laughs> 159万2051回 ということでまあギリギリでしたが150万回に初めて初めて行くことができたんですでこれはですねあの聞いてる方はもしかしたらねああそうなんだ不運おめでとうみたいな感じだと思うんですけど実はこれものすごく嬉しくって俺はあの、この目標を立てた時つまり2010年になったまあなる前か2013年の終わりに目標を考えて決めたんですけど その当時1ヶ月で多分最高が50万回とかだったんですだからこう1年かけて3倍に増やすでも正直この目標を立てた時に一番達成できないかもって思ったのがこれだったんですああきつい数字立てたなって思いながらでも簡単にクリアする数字作っても意味がないんで俺俺の性格ではね意味がないから高めに設定しようと思って設定したんですで正直9月とかね夏が終わった時に だけた夏休みって数字が伸びやすいんで、学校休みだから見てくれることが多いんでね。でも、その時点ではやっぱり行かなかったから、そこでも多分110か120ぐらいしか行かなくって。120万ぐらいしかね。あー、今年きついなって思ってたんですよ。で、ちなみに12月は再生回数がちょっと落ちるんですね。で、この理由は、やっぱり年末が入るので、年末が被ると去年もね、年末は数字が落ちるから、それをね、分かってるから、あー、もう11月がラストチャンスだって。 思ってやってたんです。で、もちろん再生回数を伸ばすために何か努力することはない。ただ単に一本一本丁寧に動画を撮っていることしか俺にはできないから。だから、でもドキドキしながらこうやってて。で、ちょうど中日ぐらい、15日ぐらい経った時に、ギリギリ150に届くかも、あ、じゃあちょっと足りないぐらいだったのか。もうちょっと伸びればいくかもしれないみたいな感じになってて。でももしそれを、例えばみんなにね、 こう今目標はこれがあってもうちょっとなんだよなんて話をしたら気を使ってくれる子がね例えばいっぱい再生回数伸ばしてくれよとかっていうことをきっとしてくれる子がいると思ったのでだからそういうことはあえて言わずにこうやって1ヶ月ちゃんと終わってから話をしようと思ったんですよ達成しようがしまいがそしたら11月ね運よく終わって159万っていうので一応超えることができましたあの本当に いつも言ってるけど、いつも言ってるからね、ちょっとしつこいって思われるかもしんないですけど、本当にありがとうございます。あの、この数字の達成は本当に嬉しいんだ、これ。なので、ちょっとそれを共有したいと思って、今回ね、ダラダラ,ラジオを撮らせていただきました。で、そこに書いた信じることの大切さっていうのは、やっぱりこの活動をしててつくづく思うんですけど、あの、自分のことを信じるってすごく難しいと思っていて、人のことを信じるって簡単なんですけど、 自分ののことを信じるのは難しいんですよなぜなら自分のダメなところは一番自分が知ってるからだからこそ自分のことが見にくく見えてしまったりとかダメやってダメ出しをしやすいんですよね自分自身ってでもやっぱ他人の人の庭っていうのはすごくよく見えるから他人のいいところばっかり見て他人の悪いところってあんま見えないんですよそこまで特にこう仲いい子とか尊敬してる人とかだとねだけどすごいそれと葛藤しながら、まあ、まだ1年終わってないけどさこの1年やってきて で本もうたくさんもう泣きたくなるようなこともありましたけどでも自分を信じることだけは負けずにがもちろんね疑うこともあったよたくさん自分自身ダメなんじゃないかってたくさん思ったしでも一生懸命信じるようにしてでもやっぱそうやって信じることができたのはなんでかって言ったらやっぱみんなに支えてもらったからなんだよ。絶対自分一人だっっったたらここまでやってこれなかったし なので改めてこう自分を信じることの大切さっていうのをこの数字を見ても今回の達成をしてもやっぱり実感することだしあとはそれとともにやっぱみんなにお礼を言いたい改めてねこううんやっぱ人は一人きりじゃ生きていけねえんだなと改めて思いますなので俺にはこう授業をとって配信することしかできないですしまあこの前みたいにねなんか実際直接会ってって いうイベントができたらいいですけどまだまだそういう大きなイベントができるほどでもないから、まあ、今の段階ではこういいものをって配信することしかできないですけどでもそれでもあの何かしらみんなとつながっているというふうに私は勝手に思っているのでなので例えばこの先ねみんなにとって辛いこととか悲しいことなんだろうな苦しいことが起こった時に一人きりなんだってああもう自分一人なんだみたいな <laughs> 自分なんていなくなってもいいじゃんみたいなふうに思うこともあるかもしれないんですけど でも、こうやって勝手にね、みんなに対して、すごいこう、心のつながりではないですけど、つながってるんだよって思ってる人間がここにいるので、そう、そうやって自みんなにさせてもらってるからね、俺は。だからみんなに支えてもらってる部分、何かしらやっぱり返していきたいし、で、勝手に、そんなふうに一方通行かもしれませんけど、思ってる人間がいるので、一人きりじゃないです。はい。あの、俺がいますんで。なので、 あのこの先何かあった時はそんな風に言ってたアホがここにいたなと思い出していただけたらと思いますで,であの最初に言ったねこう見せるってやつなんですけどこう直筆というか毎回書くんですちゃんとあのね目標は紙に書いて見えるところに貼った方がいいですよこれ毎年言うんですけどだから俺ね書いて字汚くてごめんね見えるかなこれですあ出るかなちょっと切れちゃいますけど上からこうしようか ここ2014 1,2,3,4年目標っっててて書いてこうやって 1, 2, 3, で最後がね参考書の出版なんです。で下はぜもちろん全員合格って書いてあるんですけどでこれを書いていつも俺パソコンで仕事しますけどパソコンの左前だからすぐ見えるもう毎日見るで毎日見て意識するの絶対数字から目を離さないって決めてるのでそうでいうふうにやってきたの。で参考書の出版に関してなんですけどこれは今年達成できません。 はいであのなんでこんな開き直って言うかっていうと毎週東京で仕事をしてるっていう話をしてるでしょで参考書を出版するわけじゃないんですけどちょっと似たようなことを今やっていてあのね詳しく話せなくてごめんね多分ね来年の2月ぐらいには話せると思うんですけどあのちょっとその参考書の出版っていう目標の代わりのことを今やってるのでだから目標を切り替えたんじゃないんですけどいずれは出すよ絶対出す参考書うん 動画と連動した参考書を出したいって思ってるからでも今はちょっとねそれにはあの作業が入れないのでその東京での仕事がそれの代わりになるのかなと思っていますなのでまあこんな感じでね一応目標達成することができましたので本当にありがとうございましたじゃあこれ取っちゃいますねしょで2015年の目標をもちろん立てますある程度も決めてるんですけどまたちょっとえげつない数字をね掲げていきますはい これ3万人とか9月23日に達成できてるんでたまにねなん,なんか簡単な数字立てたんでしょって何人かに言われたんですけどそんなことないんですよこれ3万人もきつく本当は2万人にしようと思ってたんで最初あでもダメダメないみたいな <laughs> 2万人じゃダメだよみたいな感じになって一応3万人にしたんですねでも来年はもっともっとちょっとえげつない数字でいきますのででもしっかり掲げてね前見て一歩一歩頑張りますんで 今後もどうぞよろしくお願いしますそしてきっと受験生に限らずだけど今すごく踏ん張ってる子が多いと思いますまあテスト期間でもあるし、まあ、受験勉強ね直前でもあるからねあのー、さっきも言いましたけど人生しんどいことたくさんあるんですよ当 <laughs>。あのいいことばっかじゃないからでも辛いことがあるからいいことが何だろういいことに気づけるんだと思うんだよねこの人生がいいことしかなかったらそのいいことさえいいことに思えなくなると思ってて だから辛いことがあってそれを乗り越えるっていう経験をするからきっといいことがより一層楽しくなるしより一層幸せなことやと思えるんだと思っているのであの多分お互いにねこの先いろいろあると思うんですけどもしよかったら一緒にねあの頑張らせていただきたいです、はいよろししくお願いしますではタラタラと話してしまいましたが <laughs>、えー、今回はですね <laughs> ハイチのダラダラジオ第62回ツイッターの画像の答えというテーマでね喋らせていただきました 本当にたラたラ話してしまいましたが、今回もね、ここまで聞いていただき、本当にありがとうございました。で、次回の日曜日はいつも通り第63回としてアップいたします。ただテーマちょっと決まってないんでまだわからないんですが、あの、またお送りしますので、もしよかったらね、そっちの方も聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。